河野大城は、現在の千葉県市川市河野大付近にあった日本の城である。城名は市川城、河野大城とも。ただし、市川城に関しては、河野大城東側のママ山城の具法寺付近にあったともされ、別の城、あるいは存在時期から見て元となった城と見る説もある。 太日川と坂川の合流地点に隣接する標高20メートルから30メートルほどの貸し段9条端にあり、南北650メートルほど東西150メートルほどの細長い上域で、連閣式の平山城を構えるには適した場所であると言える。市川城は、京徳の乱の初期に発生した下うさち橋の内墳の際に、宗家川の生き残りであった、千葉さ田 自他兄弟が籠城したが、1456年に、陥落、水運にて栄えた四川図を背後に持ち、府中として栄えた市川は大きく衰退し、軍事的、経済的な要所は、宗家方勢力が落ち延びた、武蔵国石浜城や江戸城、半宗家勢力の拠点の一つであった、小金城に移ることになる。河野大城のは、その後、大木谷上杉家の家臣であった。 大田道館が1478年12月に、武蔵千葉市を継承した千葉地種を助けて、下佐国境根源での合戦を前に、河野台の地に仮人を築いたことに始まる。この際に上地としてふさわしいと見立て、翌1479年に、薄水城に立橋の千葉高種を攻めた際、道館の弟、大田助太らが、この地に城を築いたと記録に残る。 東条は要所であるがゆえに、御法城氏、千葉市、高木氏と里見市、大田市、上杉氏らの旅重なる勢力争いの舞台となっており、争奪戦が繰り返され、城も、また堅固な城郭として整備された。しかし、豊臣秀吉による小田原征伐後、御法城氏に代わって江戸に入府した徳川家康によって廃城にされた。 江戸を見下ろす場所にあったからとも言われている。1727年に徳川吉宗によって関宿からこの地に総東州暗黒山総年井寺が移され、1885年には陸軍共同団病院が設置された。この病院は後に陸軍永寿病院などを経て、現在は国立国際医療研究センター河野大病院となっている。また、 太平洋戦争時に、ソーネイジと江戸川に挟まれた樹林には、陸軍の手で多くの防空壕が作られた。その後、1958年9月にこの付近は、里見公園として整備され、桜の名所となった。そのため、特に病院の後だった城の南半分は原型を止めていない。残りも多くは、住宅街となっているが、彫り切りや空彫り、ドルや跡は、よく残っており、 矢倉台の跡も確認できる。河野台上周辺には古代から集落があり、古墳も非常に多くあった。現在の里見公園内にも前方公園墳の跡があり、民古古墳と呼称される。この古墳は1479年の大田道館による千葉高種攻撃の際、道館が仮人を築くために古墳の森土を取り除いたことで消滅し、2期の 緑泥変顔性の箱型石棺が発見されたと伝わる。この2機の石棺は1962年6月11日に市川市指定有形文化財となり、現在は公園内に保存されている。長塚2012民国古墳石棺市川市公式 HP ハット文化財市川市公式 HP。ありがとうございます。